皆さんこんばんは。ただいまの紹介いただきました渡辺と言います。今、あの京都大学の放射線生物研究センターであの教育、そして研究に従事させていただいております。と言っても、まあ、私名誉教授となっているように定年した後ですね。でもう大変な年でして、今66歳なんですけど、あのやっぱりそれまでの間にいろいろな経験があったこと。 それから私が定年する前後にこの3・11の福島の問題があったということでそれに対する対応もしておる今日のお話自身は特別にあの福島のことに関して深く入り込むつもりはございませんけれども私たちのグループでは3月11日以降3年間の間に127回昨日127回目を郡山でやってきたところなんですけど。 皆さんのところへ行って、放射線とはどういうもの、それが生態にどういう影響を及ぼすかという話をする会をやっております。で、その時に、あの、普通の方々からですね、いただいた疑問の中でトピックスになることを、この本に一応まとめました。あの、私たちの目的とするのは、パンフレットのように、簡単に一枚のポンチズで知ってもらいたいというのではなくて、非常にあの放射線というのは。 多岐に渡るでですのでやっぱり最小限知っていただくべきことが必要なので少し難しいかもしれないし少し学問的になるかもしれないけれどもあの辞書のよううに使っていいいたただきたいということこでこれをやっておりますですからあの皆さんのところでそういう疑問があった時にはこれまた読んでいただいて分からなかった時にはどうぞ遠慮なく私どものところへあの質問をするなりしていただきたいと思います。 そして必要に応じて何人か集まられたらですねあの私たちの方からこの担当者を送って一緒に議論をするという会議をいくらでも持ちますのでまたあのそれもやってくださいその場合も全く無料であの私たち今提供しておりますのであのその点もあのお含めお聞きだければと思っております。で今日は生命は放射線を起源とするとちょっと大冗談の話をさせていただくのは。 これこそ3年間やっていていですねやっぱり放射線が非常に悪いことをしている原子力も非常に夢のないもんだというような風潮がないわけではないんですが私が学生の頃にどういうふうに思って原子力放射線の研究をやったかということから始めてですねやっぱりあの原子力放射線をどういうふうに理解したらいいのかということをやっぱりあの私なりに解説をしてみたいなと思ったのが今回の組み立てということになります。 で、簡単に私の紹介をしますと、生まれは昭和23年の3月11日ですから、今ここで見ているとかなりの方と同じ年齢だと思うんですよね。その方々はおそらく放射線物理科学っていうのは中学校高校で習っているんですよね。でも、私たちより100回りぐらい若い小林君の年代になりますとね。おそらく中学高校でほとんど習ってないんです。日本人ってのはほとんど習ってないと思います。で、これからは。 おそらく大学へ来ても、放射線のこと、とと原子力とほとんど習わなくなくります。この理由はどうしてかというと放射線生物学に関しても2000年の時には国立大学の医学部に国立大学だけに限ってみますけれども医学部に23講座放射線基礎医学教室といって我々が今担当しているようなことをやっている教授があったんですけれども今今全国にどれだけあると思いますか 23あったのが今富山大学に一つあるだけですみんなあの大学の独立行政法人化に伴ってやはりあのマイナーと思われる分野っていうのはなくなってきますので私たちの年代のプロフェッサーが全部いなくなりますとやっぱり教育する場所がなくなるその意味でも放射線生物研究センターっていうのは頑張らなきゃいけないんですけど教授さんでやってますのでね。 ここれれれででははててををカバーはできないいいまず最初にに頭の中に入れといてください私はこの昭和23年3月11日ちょうど大震災のあった時が誕生日なんですけれどもその時に私の研究室では自分が誕生日になると自分がケーキを持っていって周りの人にこう祝ってもらうというのをやっててねちょうどそれをやってこうケーキを食べ始めた時にテレビに映ったのが おそらくあれ仙台空港の話だったと思うんですけどすごいことが起こってるねとこうするとやっぱり原発も大変じゃないかというのですぐ私たち先ほど言ったあの放射線の生態影響に関するいわゆる質問コーナーナを設けたとということになりますで私自身はどういうふうかというとまあ岐阜県の出身でして最初のうちは経済学部へ一度大学入ったくらいですから。 普通はトヨタの社長か東海銀行の頭取なんて馬鹿げたこと言ってたんですよね東海地方それが一番大きな企業でしたからところがきいやそれをやってみるとですね経済っていうのは資本主義経済でも社会主義経済でもあまりよく知らないのにですよあれはどちらも社搾取だなと思って嫌になってすぐに今度高校時代に得意だった科学ケミカルの方の薬学へ入ったんですよ。 ほんでがんの治療薬作りたい思ったんだけれども大学に入ってみたら面白くないんですよね化学合成やってる人だったら大変ですけどあの大学の化学合成特に薬学の化学合成っていうのはラーメンカルチャーって名前の付いた反応があってそいつくっつけるだけなんですよねそればっかり習ったからねちっとも面白くなった。ほんで私どうしたいかと思った時にちょうど私の恩師がこの1枚の写真を見せてくれました。これはあの ちょうど原爆が落ちた2か月後に長崎市のちょうどこの辺り長崎大学の医学部があってこの辺に浦上の天主堂があるところですもうみんな壊れてしまった長崎市の写真パノラマ写真を見せてくれていろいろ話してくれたんですけど私これを見ながらねこここににあるのに目がついいたんですよこれ何だと思いま,すまあ皆さんの年を考えればみんな分かる今の学生に行ってもちっとも分からないんだけど何だと思います そうですね、これずっと大きくするとねここの5 0 0メートルぐらい上が爆発したところですからここからここまで 100m あるかないかぐらいのところを列車が走ってるんですよねそれを見て僕は結構えっと思ったんです。で先生の話もそこそこにこれはいつから走ったんだろうと言って調べてみたら実際には原爆投下した3時間後にはもうすでに救援列車が走ったという記録があるんです。 でもこここははまだ線路はなかったんです。この辺り今の長崎大学のある辺りまでは走っていて当日に3回走ったということまで分かっていてその時に国鉄のそれに関わった人が新型爆弾で危ない自分たちどうなるか分からない分かったんだけれども自分の身というよりは非常に悲惨な人がどん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 長崎市から流れてくるのを放っておけなかったということを言われたんです。 私まだはかかったからそれに非常に感動してしまってで教授の話がですねだから放射線が当たって今は長崎は復興していると広島も復興しているけれどもこれから何十年の間にきっとがんとか突然変異とかそういうものがいっぱい起こってくるかもしれないだから発がんの仕事をやろうじゃないかと言ってくれたもんだからやる気になってその教室に入る。でその後 全然変わらずに四十二年間、今日までやると四十六年間やってるから、やっぱり面白かったんですよねきっとこの研究がということをまず最初にお話をしたいと思っています。で、この四十二年間で何にたどり着いたかというと、私は放射線でどう,いう,ふうにして癌が,ができるかという話をした。この辺難しいからあんなこと言ってたなだけでいいんですけど、普通癌というのは今皆さんの常識の中では DNA が壊れて 突然変化が起ここっててになると、こう理解されてますよね。私も最初そう思ってたんですけどずっとそれを作業仮説にしていてこれが作業仮説にあった DNA が放射線でできたラジカルで壊れて遺伝子が変化して細胞が癌化して体の中にがんができるこれを実証しようと思ってやったんですけども全然実証できない。これは今も実証できてないと思うんですが私がこの42年間で立てりいた結論は。 がんの原因になっているのは直接の DNA 損傷がなっている割合は非常に少ない全体の中の数パーセントぐらいしかないだろうほとんどは DNA が壊れなくても簡単にがんになってしまう染色体普通私たち親からもらった染色体一本ずつ二本持ってるんですけどセットとしてそれが三本になる四本になるという染色体の数が変化していくということ DNA 壊れなくてもいいし染色体壊れなくてもいいんだけどそれの数さえ変化すれば簡単にがんになってしまうというのが今の私の結論です。これは世界の主流にはまだなっていませんのでもしもこれが主流になったら私もノーベル賞もらえるかななんて思うぐらいやけどまあそれは私死ぬまでにはないかもしれないと思でも少なくともこんなバカなことにあの到達した人間がおるぐらいは覚えておいていただければいいかと思います。 D N A が壊れなくても癌になる場合があるんやたそれが癌がの主流だ。なぜならですよ。D N A が壊れて突然変異が起こるという頻度はだいたいね10万人に何人かというオーダーなんです。ほとんどの遺伝病はところが癌っていうのは二人に一人になるでしょ。なんで二人に一人になるかっていうのは癌研究者の誰もが解説してないんですよ。でもこちらの経路を通ると。 で人でねこれはあの正常な細胞で分裂する前にセントロゾーム中心体というのができてそれが両方の極から防水種といって遺伝子を引っ張るものを出してこういうふうになります分裂器に。そしてぎゅーっと引っ張るから2つの細胞に分かれるこれ細胞分裂のところを写真3枚で撮ったものです。 これ正常に分裂した時はこうこうれならちゃんと細胞が生存できるんですけど発がん剤とか放射線かかった時にこのセントロゾームが1個の細胞の中に3つになったりなし,なしになったりこれなんかやったら1いくつできたりとそういう変化が非常に簡単に起こるんで,で分裂する中心が余分になるとどういうことになるかというと2つだったらこういうふうでいいんですけどこれ3つの場合を調べる3つだったら分裂中,中心が3つになりますよね。 そこで引っ張り合いますよね二つの細胞に分配されなければならない遺伝子が三つの細胞に分配されたらどういうことになりますかね多くの細胞で遺伝子がなくなるということです少なくなるだからほとんど生きていけないんですこれ。ところが私が見つけたのはこういうふうにいっぱいセントロゾムだけで異常なんだけれどもここにあるようにですね片方に 五つとか六つとか固まっているようなセントロゾームがあるようなもの。疑似の二極になって分裂したときに、両方のセントロゾームの数の違いによって引っ張る力が変わってくるので、ここにあるように綺麗に二つに分かれるんじゃない。真ん中に赤いのがいっぱい残るでしょ。これ染色体が残ってるんですよ。綺麗に両方に引っ張られずに、でそれが細胞分裂が起こるとどちらかの細胞に取り込まれるっていうことは。 染色体がが本余分に来る細胞ができる状態でですねでも片方の方はその分1個なくなりますから遺伝子がなくなるからもう生きていけないので死んでしまうそうすると数が増えた異数化した細胞だけが生き残ってくる DNA も遺伝子にも何の傷もついてませんからそれは生き残るには全然問題はないのただ2本の DNA のバランスで初めて正常な 生体機能が維持されるのにそれが3本になってくると遺伝子がものすごく発現したり全く発現しなくなったりということが起こるということまで見つけて私はこの経路が主流であるというのを今言っているということですこれ42年間だったから今日最初に皆さんにお話ししたかったのはこれだけなんです。まあそういうことで今信じられていることでもやっぱり科学っていうのは日々変わってくるっていうことですね。現象は一緒ですよ 2人に1人がんになるっていうのはこの経路が見つかろうが DNA のいわゆる経路 DNA 損傷の経路だと言われようが同じですよね2人に1人で切れてるという現象比率は変わらないんだけどもそれを科学的にどういう経路かっていうのを調べるとやっぱり違ってくるそれを調べているのがやっぱり科学者だろうと思います。今日は放射線の話ですから 皆さんに理解ししてて帰っほいのは放射線がどういうものかそしてそれが生態とどういう関係があるものかっていうのを今までにおそらくないような切り口でちょっと考えてもらいたいということです。正しいか正ししいいかかくなは二の次と思ってくださいまず放射線とか原子力というのは昔からありましたよね。あったけども人間が知ったのはやっと100年ちょっとなんですよ。 だからといって放射線のことを知っていたから人間がちゃんと生きれるようになったかあるいは知らなかったから生きれなかったかまあ生きるという意味では変わらないですよねほとんど。ほんでも知ったのはおよそ100年ぐらい前にレンントゲンがこの液線を見つけたとということから始まっ彼も別にあの放射線を調べようと思ってたんじゃなくて電子線の研究の途中でたまたま暗い 黒い髪のでも通すような分からないものがあって俺分からないからエクセントの名前を付けたということなんですがそれを見つけてそうしたらすぐに翌年ぐらいにアンリーベクレルがウランの鉱物の中に写真看板をちゃんと観光するものがあるってことを見つけたでそのすぐ後にこのキューリー夫人がやはりラジウムとかポロニウムというこういうものを見つけたんですが。 彼らの一番重要だったのは科学的な手法をしっかり使って放射線ここで X 線とか言っているもの放射線っていうものが何から出てくるかっていうのを突き詰めていくとこれは単独の元素原子からできているということを見つけているこれはどうしてかっていうと彼女なんかは完全なる科学者ですあの科学ってケミカルケミシストリストですから分析もできてラジウムとかポリウムミを非常に純粋に取ることができて。 そうしていってどこのところから放射能が出てるかとい見てみるとやっぱり原子っていうものが直接放射線を出しているもとだとでもこの当時原子っっってててどういういい構造をしているかかかみんんななな知らないんですよねまだたそれでこの後にヨーロッパ中世界中のいわゆる原子物理学者その頃原子物理学者と言ったかどうか分かりませんがそういう人たちが特に イギリスのキャベンディッシュ研究所というところに集まってそこを中心にして本当数十年の間に原子の構造どういうものになっているかというのを見つけたということになります。でこの発見があってから50年後にその原子のいわゆる性質をうまいことうまいことっていうかうまくないように使ってやってはならない原爆の開発をしてしまったという事実になっているわけですね。じゃあ 原子はどうやっててできているかもうこの辺までいくとねみんなこう難しいからもう先生の話は聞くのは頭が痛いってよく言われちゃうんですけどまあ聞き流してくださいじゃあいろいろな物質は何からできているかこれよく分かってなかったんだけれどもずっと調べていくと今皆さんの知識の中ではいろいろな物質っていうのは素粒子からできているこれは分かってますよねきっとね。だから素粒子何かからできてますかっていうととうそれ遡ると ビッグバンでどっかにあった宇宙じゃないですよどっかにあったエネルギーの塊がボンと爆発したそうしたときに素粒子ができた私が学生の頃京大にあのホーキングっていうあの物理学者が来ていてあのちゃんと講演やってくれたんですけど私はさすがまだその時学生で質問はできなかったんだけども若い助手が一人質問してくれたのはじゃあ先生 ビッグバンより前は何があったんですかって聞いたらホーキングしばらくたんこう黙ってですね「神のみぞ知るで終わったんですよ。日本人でなかなか神のみぞ知るで終われないよと思いますけど彼らはそれで済んだのかもしれない。でもこ去年のノーベル賞でビッグバンが起こってから素粒子ができるときに何が関与したかヒッグス粒子が関与したこれ皆さん知ってますよね結局光光エネルギーががが飛んでいるのが ヒックス粒子がその速度を遅くしたことによって質量を持った僕まだよく理解できてないんだけどそういうことがあって素粒子ができたというのは知っておられると思います。で素粒子が固まって水素ヘリウムというようないろいろな元素ができたこれも皆さんある程度ご存知だと思います。原子子子子子子のののの共通の材料はははつの素粒子ででで陽陽とと中中性子と電子であるこれは中学校ぐらいいますね陽子っていうのは 正に電化しているプラスの電荷を持った粒それから中性子は電荷のない粒そしてそれが質量が1だとすると電子はその1800分の1ぐらいの小さいマイナスの電気を持った粒これも大体教科書に書いてあることやから分かっていてじゃあそれがどういうふうに組み合わさると原子ができるかというと1個の陽子があって電子が周りを回っている。 プラスとマイナスでこれこの原子自身は電気的に中性になっている。これが水素という原子ですよね。だから陽子が2個になったらどう陽子2個に中性子2個でもいいし中性子まなくてもいいんですが陽子2個で電子が2個。電気的に中性になるとヘリウムという。で3個になるとリチウム。4個になると5個になるとて6個になると炭素。これ高校入試の時に必ずやりましたね。水平リウベム、放炭の船って。 私の年代でもやったんやからここにおる人みんなやってると思うんだけどそういうふうになってその後にずっと原子核融合とかいろんな反応が起こって今現実に自然界にあるのは陽子92から7るウランまで人工的にはもっとたくさんのもできますけどもほとんどが不安定ですから安定してある程度あるのは92個のウランまでそういう原子がいろいろできたということは分かります。でそのの原原子子自身はは私とは関係ないわじゃないいじゃんですよねこの原子が あなたたちの体も作るし、空気も作るこの辺のものも作っている。一緒ですよね。で。これでノーベル賞を取る人と取らない人の差ができるんですけど。この原子核模型というのは、もうみんな見てますよね。でも疑問持たないじゃないですか。ああ、中に原子核があって、周りに電子が回ってるんやっていういくつかこの図間違いがあるんだけど。一番大きな間違いは。 中性子と陽子が固まってるって、ふんふんって言うけどもね例えばパチンコ玉ここに持っててピッと持ってきて10個持っててバラバラと落ちるでしょそれどころかここ陽子はプラスですからプラスのものだけ固めたらどうなりますプラスとプラス反発しますよね絶対に固まらないんですよ。だからこれが固まって真ん中にあるなんてことは図に書いてやっても考えちゃいけないんだけど私もっと早いこと言ったら ここういういとを気が付いたかもしれないと思うけどそれに気が付いたのは湯川先生な何で,、ね、でここで固まってるんやろうと考えてやっぱりそこのところには特別に陽子と中性子を結びつける仕組みエネルギーがあってそれを「パイ中間子」いう名前つけたも,も,もしかしたら「永中間子」とつけてもよかったかもしれないんだけど私が見つけなかったのは残念だと思うけどこれでノーベル,ーベル物理学賞もらわれたんですよね。 だからこの廃中関してて何やって言うとさっきビッグバンではエネルギーが質量に変わりますよって簡単に言っちゃいましたねヒッグスの粒子を使って。でも彼が考えたのはこれをくっつくときには一度質量になったいわゆる中性子とか陽子これがここで固まるときにその質量の一部分をもう一度エネルギーに戻してそれでここのところをしっかりと固めてるんです。その力の力力ことを核を固める力やから核力 というふうふに名前をつけた,こたらここで不思議なことがあるんですよ自然界ではほとんど起こらないようなこと何かというとエネルギーといういわゆる質量のないものが質量のものになり質量のなあるものが質量でないものになるこれ簡単に行ったり来たりできるというこのこと普通には受け入れないですよねこれがペッてやったら光になって光飛んでたらこれまたできてくるそんなことはないと思っちゃいますよね自分たちの目の前で。でも現実 量子の世界いわゆるアトムの世界ではそういうことが起こっているということを考えないと原子力のことはよくわからないで、で原子力って何やってたら基本的にはここの核の中にこう固まっているものこのエネルギーをその核をパカッと壊したときに余分なエネルギーが外に出てくるそれを使っているっていうのが原子力と思ってくればいいんですよねでもこれのいうことの一番の問題はこれアインシュタインの相対性理論 E イコール MC 事情っていうのと この光の波長光は物質の質量はないんですけどもこの振動ですね波長とプランクの上層をかけたものが一緒だという意味やからエネルギーと物質は同じとこれは誰が何と言おうとまあこれを理解しないと原子力とか放射線のことは理解できないんだけどあの福島なんか行ってお話ししていてもこういう一番基本的なところをまず押さえてもらわないとどっかで疑問が出てくるんだけど。 それを抑えるのは難しいから嫌だと自分だけあのた助かればいい助かればそういう言い方ないな自分の安全が守れるように先生教えてくださいって言うんだけどこのくらいのことは私たちが中学校高校の時には学校で習っていました生物のことは習ってなかったけども習っていたそれは今何で日本人は習わないのか僕は大変不満に思っています。でね それをこのラファエロっていう人がラファエロがダリという画家見,見られたことあると思うのでちょっとコケティッシュな顔をした人ですけどこの人こういう絵を描いたんですよねこれ見てみると人の頭のように思えますここに目があって鼻があって口があってで頭があるんですけどパラ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 っとこう儚い絵が多いでしょでも彼はねその絵のところに描いてるんです。 人いいうのは何でもないように思っているサイコロトロンよりエネルギーを潜在的に持ってますよというそれと同時にもう一つは of the いわゆる宇宙の単位というもの単もこれは物質の単位一つ一つのやっぱり物質が固まっていてそれがエネルギーになったり物質になったりということが宇宙と一緒ということでこの絵の言っている意味は何かってここにあ頭があるんで穴があるんですけどこれ日本ではあまり見ないんですけど 西洋へ行くと教会のドームのとこあ穴があってステンドグラスが普通入っていてそこから天国へつないでいるという日本で言ったら壺庭みたいなもんですよね壺庭四角四辺が囲まれている壺なる空間だけどもちゃんと上は空いてないと壺庭とは言わないんですよねあれ屋根があったら壺庭とは言わないということそれと一緒でこっから宇宙に行っている。ということはどういうことか渡辺正美がおり南野垂邊さんがおられるけどこれあたかも違うように見えるけどもね 原子子ののレベのレベベルル量ったら一緒なんですよ全く変わらない。これほんであれですねドラえもんとかああいうレベルになるとね自分の体を量子のレベルまでじっと小さくしたらスルッとここですり抜けていけるっていうことでどこでもドアなんてそんなもんじゃないかなと私は思ってるんですけどまあそういうことをこの画家が見つけた見つけたというか考えていた。ででももも彼はうううすにに原子とかそういのうのが世の中に 分かってから活躍してますからなんか勉強してそういうことじゃないかと思ったかもしれないでもね例えば今皆さん仏教を信じておられるかどうか知らない,いや一応こうお経を挙げられるか知らないけど仏説マカハンニャハラミタ神経といって,っていわゆるあの仏典で一番短いお経あそこで肝心在坊座というから始まってですね途中で四季不意空空風意意ってあるでしょ四季即税空空即 私若い頃はね色ごとやると虚しいとそう本当に思ってたところがそうじゃなくてやっぱり色っていうのは物質という意味らしいですよね。で空てのエネルギーだからエネルギーと物質っていうのは行ったり来たりするんで何かここで重要なものがあると思ったってそんなのは瞬間を変えれば何にもないと一緒だよとだから何かに執着しちゃいけないよっていうことがこれなんだろうと思うんですよね。でも、まあ、釈迦が 活躍した時代にはまだ原始なんて分かっっってなかったんですよねきっとそれでもなんかじーっと考えた人がですよね哲学的にものを考えた人がこれに到達しているっていうのは非常に僕は感動しますねやっぱり物事っていうのはじっくり考えると物理学者でなくても宇宙物理学者でなくても原始物理学者でなくてもものの一番本質のところへ切り込んでいけるんだろうと。 やっぱり教育ってそこまで持っていかないといけないと思うんでやっぱり日本の初等教育中等教育で一番欠けてるのは「哲学です風あむあい」っていうこれをねなくしてしまったのが今の日本の一番まずいところだと私は常々言ってます。でそれベートーベン彼もまだ原始なんて知らなかったしビッグバンも知らなかったはずなのに「ベートーベン交響曲第9番」今月はどこでも聞けると思うんですけど。 第一楽章の冒頭のこれあの楽譜をここに書いてますけど彼はこれを演奏するときに何をせえといわゆる指示を出していたかというといわゆるビッグバンで万物が創生されて最初は混沌としてるんだけれども最後の最後にはそれが天国になって歓喜の歌になると。だから一一番最初の第一楽章はいわゆるカオスとして 表してほしいという書き方をしてるとものの本で読みましたでここからはまああの漫才みたいなもんですけどその意味ではねやっぱりフルトベングラーのタクトが一番いいと僕は思うんですよ皆さんどうぞ3000円ぐらい使ってね小沢誠二とカラヤンとフルトベングラーの大工今日の帰りでも帰って買ってですね帰って見てください聞いてください何を言いたいかというとね ベートートンがここをカオスに表したいそれをどういうふうに解釈するかは別なんですけども小澤誠二さんとかカラヤン非常に律なタクトを振られます交響曲の時にはこのタクトがピタッと止まったのが動き出した時に楽器を鳴らし始めるというのが大抵なんですけどこのフルートヴェングラーって人最後の頃チューブだったか知らないけどもちょっとこうタクトが揺れるんですって。 そうするとどこからやったらいいのかっていうのが楽団員にわからないもんだから結局最初が揃わないんですってだから最初の一楽章ぐらいは楽器がうまい具合にこう揃わないでいってしばらく経ってから揃っていくこれが一番い,いやないかこれは僕の解釈ですから間違ってるかもしれないんですけどどうぞ今千円ぐらいで買えますから三三つ買っていってですね見てみてください。 でこういうふうにしてビッグバンでエネルギーから生じた陽子と中性子電子が原料となって宇宙にあるてての原子ができている水素から行ってずーっとヘリウム徐々に徐々に大きな原子になると少なくなっているとか分かるんですけどもまあシリカを1としてもずーっとこう落ちていっているっていうのが分かると思います。でまあ最終的にはおそらく鉄のところへ落ち込んでいくんだろうけどと思うんですけどそういうふうにずーっと落ちていっていろんなものができているこれが宇宙の仕組みだし。 そこから私たちは逃れることはできないはずですよねでも逃れていると思いたいんですよね私は放射線とは全く関係がないと放射線ゼロを実現してくれないと困ると思っている人が非常に多いんですあの確かに事故が起こって今までになかった放射線放射能が自分たちの影響を覚えているこれは非常に残念なことでそれをなくさないといけない それは私たちも思うしそういうふうに説明するんですけども最後の最後に私たちが食ってかかられるのは何かというとゼロを実現してくれないと困るっていうんだけどもゼロはないということからやっぱり理解をしててくださいといいいいととうことをいつも言い続けているんですで私たちの体を作る時には原子だけではだめなので原子の一番外にある電子がが関わって化学反応ができます例えば酸素が水素と一緒にくっつく。 いや、水素爆発が起こったってやつですね。水素は一番外に電子が1個、これ青く書いてます。酸素は一番外のところに本当は8つなければいけないのが6つしかない。これは少し電子がないので不安定なんです。でも、こういうものは一緒に反応すると、水素のところにあった。電子とこれから酸素のところにあった。電子をこう共有して、酸素は8つ。水素は2つの電子で。 災害核があの埋められるとうこうなると安定するのでこれが共有結合というの一つですよね。もう一つのやり方ナトリウムと塩素で塩ができるときナトリウムは一番外に1個の電子がクロールの方は一番外に7個の電子しかないこういうのの場合にはこの電子がねひょこひょこひょこっとここへ飛んでいくらしいんですよ。飛んでいくと 1>, 1個こちら電子なくなるからプラスになってこちら1個電子が予防になるからマイナスになってプラスとマイナスで引き合ってくっつくからイオン結合と言っていろんなものがあ、まあ、こういうことがあのいろいろ反応して原子が分子になり高分子になり物質になり私たちの体を作っているということになります、ね、それは人間だから全く別だということはないそこら辺の物質でも石ころでもみんな一緒だというふうに考えてくださればいいと思いますでそうなったときに 陽子の数はその物質の性質を決めます。例えば陽子が1個だとそれは水素です。でもねその一番最初の原子ができたときに陽子と中性子があるバランスでできてしまうことがあるよね。全く陽子あの中性子なしで水素を作る場合、中性子1個いる場合、2個いる場合で原理的にずっと言ってに今人間が知っているのは 陽子子がが中性子が5つまでこれは人工的に作ることができるんですが水素でも6種類あると言われてる、まあ、こっちはほとんどないに等しいので自然界ではこの3つともさっき言ったようにプラスのものと中,の中性子をギュッと固めるんですからそこに核力っていうのはあるんだけどプラスの反発力とかいろんなのを考えるとある程度のバランスでないと不安定になるということが分る。 不安定になると物事というのは安定の方へ行きたいというだからこの場合だったらこれ不安定なもんですから中性子を一個陽子にするという反応が起こるこれ普通に私たちに生きてるときでそんなこと普通起こらへんけれども原子のレベルではそんなことは簡単に起こってしまって中性子が黒い陽子になる中性子が陽子になる中性のものがプラスの塊になるんやから余分になるのは何ですか マイナスのものですよねそうすると電子ですよねその電子がいらないから外で飛び出してくるんですそれのことを電子線ベータ線これ放射線なんですよねベータ崩壊をすると電子線が飛び出してくるだから原子があってそれがいっぱいごちゃごちゃっとできてしまうとある頻度で不安定なものができてそこから放射線が出てくるんやというのはもう自明の事実ということですだかセシウムはどうか 陽子が55個なんですがこの場合中性子たくさんあって8乗いくつあるんでしょうけどそれもやっぱり陽子55個個でで不安定なんですけどそれを1個陽子あの中性子を陽子に変えて56個にするとセシウムがバリウムに変わるんですがこれで安定するんですだからこういうふうに壊れるんですけどこの時にはちょっと手抜いちゃってね全部これで β 線で出せばいいのに一部の β 線はこれはダルビッシュのスピードで出したけど。 渡辺のスピードで出すというのやるんですよねちょこっとしか出さないもんだからエネルギー全部なくなっちゃわないんですよピュッと投げるんだけど私ゆっくりしか投げられないからそしたら残った分のエネルギーがここの原子核の中に残ってるんですよねそれではまだ不安定なままなのでそのエネルギーを何とかして出さなきゃいけないそしたら何で出すかって言ったら光として出すエネルギーとして出すとそれがガンマ線って言うんですだからセシウムの場合には β 崩壊するのが主なんだけどもガンマー線も一緒に出してくるんですよ。 ストロンチウムの場合はベータを評価するんだけどもガンマ線一緒に出しませんからセシウムは簡単にこうガイガーカウンターで見つかるけどストロンチウムはそういうふうに見つからないっていうことあのよく言われるのはストロンチウムだけ隠してるんじゃないかと言われるんだけど簡単に見つからないから科学的にストロンチウムだけをこう取り出してきてほんでベータ線を測る機械で測らないといけないので非常に手間がかかって時間がかかるという。 そういういことなんですけどもこういうふうにするとやっぱり線線が出てくるガンマ線が出出ててくくるるるといいうのわかると思いますねでこういうふうにして安定なもの不安定なものが安定になっていく最終不安定なものが10あって安定なものが50になったという時のことを半減期半分安定になりましたというふうにしてどん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 不安定なものがなくなっていくというのが放射性物質が壊れるという。こうすると放射線って何やっていうとね 原子ができるときに使っていた材料が原子の中から出てくるのを放射線と言いますですから電子が出てくれば β 線中性子が出てくれば中性子線陽子が出てくれば陽子線時々固まって陽子2つと中性子2つが出てくると α 線と言いうま,まあそれ以上大きなものはあんまりないんですけども千葉の保育園なんかでは重粒子線を使ってがんの治療をしている例えば鉄の 原子核とか炭素の原子核とかという重たいものをボンとぶつける。これはどうしてかというと、例えば中性子とか陽子,子線が重さ1だとすると、アルファ線だったらそれが4つありますから重さ4ですよね。これだったら20個ぐらいあれば20。ベータ線はこれ1800分の1だからこれを1とすると1、1800、1800、7200。これは何万ということになる。だここにピンポン玉一つ投げられたときと。 それの,やあの1800倍の重さの例えば砲丸の弾投げられた時とダンプカーが来た時と飛行機が飛んできたどれが自分に危ないかっていったら一番後ろが一番危ないですよね基本的には。ただしこのようにポンと当たるとダンプカーがこここれ壊さずに入ってくるってことできないからそこでドーンとぶつかっちゃうから一番最初でエネルギー全部落とすんですけどそうじゃなくてベータ線ぐらいあるいはガンマ線だったら。 その間を隙に抜けてくるっちゅうことがあるので透過をするっていうことになりますよね。だから放射線と言ってもこれだけしかなくて、あとこれをくっつけているエネルギーが光になって飛び出すものがあって、それがガンマ線か X 線ということになります。もうちょっと。だ、放射線これしかないんですよ。でも現場現場行くと福島行くと皆さんに聞くのは、自然の放射線と人工の放射線違うって言われるんですよね。 違わないこれだけしかないんですよただ違うと思っているのはどういうことかというとこう宇宙ができたりあれ原子ができた時にいろんな種類のものができますこれはあの原子の中でも核反応が起こってますからかなりいろんなものができていますできているけれどもその中でものすごい不安定なものとそうでないものとあるんですものすごい不安定なものはすぐなくなっちゃうんですよね例えば今回の場合でも用土なんかも一緒に飛び出してきてますけど用土は半減期 8日ですよね？セシウムは半減期30年ですよね？セシウム137。そうするとヨード8日のやつはもう今ほとんど観測されません。ゼロです。でも137セシウムはまだ十分残ってるんですよ、ね。それと一緒のことで。今宇宙ができてから140億年地球ができてから4。5億年って言うんだけど、まあウランの半減期4。5億年ですから、まだ地球ができてからだったらまだ半分しかなってないと。 例えばトリウムなんか140年ですから1 1 4 0億年ですから宇宙ができてからもうまあ半分しかなってないこういうのは残っていてこういうののことを自然放射線って言うんですよねただセシウムとかストロンチウムとかあるいはトリチウムとかそんなのは13年とか30年とか宇宙の歴史から見たら短いからそれは自然の中には残っていないということになるだけの話なんですよね。 のラドンなんか3.8インチなのに今もあるやないか自然にあるやないかこれはウランがどん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 ん分解していく分解したものがまた不安定分解して分解してって系列的に分解していくもんですから毎日毎日できてくるんですよラドンって新しくだからなくなってもまた出るまあなくなってもまた出るそれを私たちは呼吸で吸うという形になるし炭素の場合には窒素が清掃圏まで上がっていってそれが宇宙船に当たって そして炭素の14という放射性物質になりますからこれが地球の空気の中にはある一定の割合であるんですだから私たちその炭素を使って体作ってるからみんなある一定の割合で放射性炭素を持っているんですよねだからよく年代測定をするときにね例えば法隆寺のこの柱は何年にできたかっていうときに炭素の量を測る放射性炭素の量を測るというのは生きているときはその新しい この放射性炭素をちゃんと取り込みますから、周りと同じ量を持ってるんです。死ぬと取り込まなくなるでしょ。そうすると減っていくだけなんですよね。だから減ってる率で炭素だったら5000年に半分になりますけど、それがどれだけ減ったかということでだいたいどのくらいのものかっていうのを知ることができるというふうになっているということです。これは日本では。 やっぱりこういうものを含みやすい土地のところは放射性が放射線が多いということが分かりますよね私住んでた岐阜県なんて日本で一番多いんですよでこの辺り神奈川県とか関東少ないんですよね鉱石層やからあんまりない0.8ここに住むかここに住むかで0.4ミリシーベルト年で違うわけで結構な量なんですよこれでもこれは平均ですから高いところと低いところでやると 1>, 1から2ミリシーベルトぐらいは世界にあれ世界に目を転じてみればフィンランドとかスウェーデンに行かれたことはあると思うんですけどあそこすごく岩石が多いところで地下鉄でも日本みたいにこう地下鉄掘った後にコンクリートで巻いてあるんじゃなくて穴がそのまま岩石のところにバーッと降ってるようなトンネルいっぱいありますけどそれくらい岩石が多いところは 一般ででも自然放射線量多いんですよね7.5とか6ギリシャあたりでも5ぐらいフランスでも5ぐらいまあ世界の平均で2.4ぐらいで日本で1ぐらいと言いますけどもまあこれくらいのところには普通生き物人類は普通に住めるっていうことですね。住んでいなければちょっとでも放射線が悪ければねまあ生き残れないだろうなと思うけれどもそうだということが現実だと思う。 当然食べ物の中にも含ままれています。カリウムなんかは非常に生命の中で重要な物質だし炭素も重要なんですカリウムの例に沿うと干し昆布とかしし干ししいたカリウムたくさん含んでいる食品はキログラムあたり2,000ベクレルとか700ベクレルポテトチップスなんて1袋食べたら400ベクレル非常に多いんですよね。でも私の体の中にはカリウムはない放射線はないという人いるんだけどそんなことは全くない。 皆さんの中で心臓にちょっと調子が悪い人いませんかね。そうすると、お医者さんからもらうお薬の中には、おそらくカリウムがちゃんとあると思います。なぜなら、カリウムっていうのは、筋肉がこう律動するときの一つのシグナルの元になってますから。あれがなくなると、心臓止まっちゃいますよね。筋肉も動かなくなっちゃいますよね。そういう意味で、やっぱりカリウムは必要。でも、自然の放射性カリウムを区別することができないので。 私たちの体の中にもカリウムでも70ベクレルぐらい炭素とかいろんなのを混ぜると一人の体が大体いいそれに自分の体重をかけてみると私なんかやったら1万ベクレル持ってるということになるわけです。で京都であったんですけど震災の時にできた松の木を大文字焼きで燃やしたくないっていう話があったんですよね。あれは100ベクレルパーキログラム以下の汚染のものを持ってきてる。うん とといいうことになっているんで確かにそうだったんですけど私もだいぶ文句言ったんですけどあの京都の僧侶でもそれはダメだっていう人が多かったんですけどあのね私自分が住んだら死んだらね仮想をって仮想してもらうんだけど100ベクレルパーキログラムちゃんとあるんだから仮想できなくなりますよって言うんだけどもそれとこれは別やっていう。本当ははそれは 別屋と言って燃やしてあげるっていうのが本当の人間の心やないかなと思ったんだけどだいぶあの和尚さんとも喧嘩しましまたけど結局は燃やしませんでしたね残念だけどでもう一度最後に私たちが地球で生きているっていうことの意味を考えてみると宇宙っていうのは宇宙ができてからあるいはこれは太陽と思ってくださってみ太陽から エネルギーがずーっと宇宙の果てへこう流れていって最後のところではもう温度が非常に低い状態になっているこれ分かってますよね。エントロピーがどん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 増大していくんです地球はその途中にあるんです平均温度1 5度ぐらいですけどここで私たちが生きているところはどういうことかというと太陽から来る放射線エネルギーを植物がちゃんとグルコースにしてるんですよね。 あれ光のエネルギーでグルコスを作ってるんですよねでそれを私たち動物はミトコンドレで分解して ATP にして生きてるんです。でなんとかね宇宙の流れに逆らおうとするんだけど一生懸命逆らうんだけども100歳になると逆らえなくなってまあ宇宙の流れにまた乗るという。一一時的にここで一生懸命もう自分は 他の人ちゃうんやと言って一生懸命頑張っているのが生命なんだと思うんですでもやっぱりそれは宇宙の法則からはどうしようもないこれ有名なシュルディンガーは生物は負のエントロピーを食べている分かったような分からんいようなことを言ってくださってるんですけど要はやっぱりあの放射エネルギーをちゃんと使って我々の生命は成り立っているんだということだと思いますでこれはねちょっとペテンのような計算なんですけど 太陽がどのくらいエネルギーを放出しているか、こんな数字はどうでもいいですよ。太陽がどれだけの重さがあるかってこれが分かれば、単位重さあたりどのくらいのエネルギーを太陽が消費しているかっていうのを計算できますよね。計算すると2掛ける10のマイナス4乗ジュールパー秒パーキログラム。じゃあ私たちの体はどうか。70キロの人、だいたい一日3000キロカロリーぐらい食べますよね。 でそのうちの30%ぐらいがまあエネルギーに変換すると考えてみると人のエネルギー消費率はルルパー秒パーーーログラムどっっちの方がエネルギーたくさんん使ってるんです、ね、太陽ものすごいと思ってるけども単位キログラムあたりやったら生き物も大したもんですよ太陽の1万倍ぐらいのエネルギーを消費してるわけだから。っていうことはこれ太陽ってものすごく大きいけども。 細胞っっってて何ミクロンちちゃいですよねそこの中ででそれやってるわけですよねここの中でこんなにエネルギー使ってるってことはそのエネルギーをきちっと制御できるっていう能力がないと生き物は生きていけないんですよ。でじゃあどういうふうにして生き物がエネルギー作った時に物が壊れるかこれを今皆さんが頭の中にある1ミリシーベルトが危ないか危なくないかというのが非常にちまたでうんぬんされるんですが。 1>, 1ミリシーベルトが当たった体に当たった時に細胞あたりどのくらい DNA 損傷ができるかこれは実験で調べることができるんで調べると1ミリシーベルトの放射線が当たると細胞あたり1.33個の DNA 損傷ができますこれは実験知恵ですよね私たちの体60兆個の細胞になっているからこれにかける60兆個すごい量できますよえー、すごいなと思ってたんだけども の私たち生きるためにミトコンドリアで呼吸をしてんで ATP 作ってるんですけどもその時に必ず電子が出てくるんですこれも生物習った人やったら聞いてるんですちゃんと電子が出てくるんですこれ全くこの電子と一緒ですよね電子だからそれが細胞の中でできて同じことが起こるとじゃあ1分間あたり細胞あたりどのくらいの DNA 損傷ができる50個の DNA 損傷ができるそしたら1年間で1ミリシーベルトが放射線の許容量だったら 1>, 言って言って1ミリシーベルとちょっとでも上回ると危ないっていう人がいるんだけれどもこれを1年間じゃあどのくらい受けるかっていったら万個ぐらいですよだそれがあっても細胞を何とかする仕組みは今から小林さんが話すと思うんですけどやっぱりそういうものが多少あるんです一つはラジカルを起こさないようにする機能があり。 DNA が壊れてもそれを治すような機能がありそれでもうまいこといかなかったらおかしくなったものは殺すような機能がある私たちの体にはそういうのがあってかつそれでも時々ねスルッと抜けてがんになっちゃうことがあるんですよね。がんになるとどうするかというと体の中にある免疫機能が動くということで体の中にいっぱい砦があってそんなにたくさん DNA 損傷が最初にできたとしてもじゃあ大丈夫だわ。 ととといいうう状況になるということになるこそれでもねがんになる2人に1人はがんになるわけですよねすごい量ですよ2人に1人がんになるでも2人に1人を3人に1人にしたいっていう時にはどうしたらいいかというとタバコをみんなななな吸わなくくなったららおそ人人に1人になりますで私みたいに肥満することをもう一度やめたらそれが4人に1人になります放射線を1ミリシーベルト減らすということに一生懸命になっても全く減りません。 100ミリシーベルトの放射線を浴びないようにすると言ってもほとんど減りません。なぜならあれ全体のがん死亡率のうちの5パーセントって言ってるよね。そうするとタバコは30パーセントですよ。肥満も30パーセントですから、僕がよく言うのは今日からお父さんにタバコをやめてもらったら少しはがんになる比率がでそれと原子炉の事故を起こして 今まででなかったた放射能を巻き知らととということの責任とは全く別事です私が言いたいのは今現実のいわゆる放射線汚染っていうのはやっぱりあの生命がまだ十分に対応できるレベルでとどまってしまたとどまったのでこれは本当に不幸中の幸いで早いことするよう皆さんが理解をして、ね、早く復興していくそして今まだ不安定な福島の,あの原子炉のサイトが。 早く不安定な状態を脱するようにやっぱり国民がみんな同じ方向に向かって動いていくっていう必要があるんじゃないかなと思って今日の話をさせていただきました、まあそういうことであの中途半端になったかもしれませんけれども私たちの体っていうのはそんなにまんざら捨てたもんではありませんよということでどうぞ今日の話を理解していただけたら私としては大変最愛に思います。